同志同士とは、同教を信奉し、同教の教義に従った活動を職業とする者。男性の同士は剣道、女性の同士は羊猿道と呼ばれる。1997年時点で、中国には2万5千人余りの同士がいた。2011年には10万人の同士がいる。同士の服装は、道法と称し、中国古代の漢服の一種で、頭には、 古代の監禁を被り、足には、曇りと称する下きを履いている。同志は主に宮、道同道院、病、ほなどと称する場所に住まい、そこで、宗教活動を行っている。また、宗派によっても形態が異なり、全身教の同士は出家し、頭髪や髭を伸ばし、タブサを言っている。また、精進料理を食べ、収容を重んじる。一方、 小一教の同志は出家しない、在家の同志で髪を剃り、語婦を書いたり、同教儀礼を行うことを主な活動としている。日本では1980年代に香港や台湾の獣神映画を通して一躍存在が広く知られるようになったが、娯楽映画では実際の同志が正しく描かれているとは言い難い。同志が平常、または特に儀礼の時に着用する衣服を同服。 同意という。袖が広い形をしており、白雲館では青卵色で、台南の天壇では儒教的な赤い色を着用している。下着は白色で、足には白色のキャハンのようなものを巻き、靴はフェルト製の黒色の靴を履く。同服の起源は、一部は古代中国のシャーマンの衣装に、また一部は古代の冷静における遺憾の精度に遡りうると、 考えられている。道教成立以前においては、獣や奉師は、樹木の葉をまとったり羽毛で製作した特別な、羽衣をつけて活動した可能性があるとされている。道師が頭に対する、幅の類、及び冠、種類は9つある。道教では頭髪にも神がいるとし、仏教のように剃発せず、頭に、幅や冠を対することが制度として存在する。道士の食事の主食は、 おかゆである。白雲館においては、現在は、米のおかゆだが、1942年当時は、泡のおかゆを食していた。いわゆる精進料理で、朝食は、おかゆと、漬物、昼食や夕食はは、おかゆと、白菜、豆腐、きゅうりなどで、肉や魚は出ず油も動物性のものは、使われていない。ありがとうございます。